皆さんこんにちは。 CDH 会計事務所の YouTube チャンネルにようこそいらっしゃいました。クロスボーダーチャンネル担当の藤本です。今日はよろしくお願いします。今日はですね、帰国時の IRA インディビジュアルリタイアメントアカウントの処置選択肢を税金面から考えるという、そういうタイトルで、ビデオを撮らせていただきました。対象としてはですね、これから居住者になられると、日本にお帰りになって非居住者になられることで、お持ちの現在お持ちの IRA をどういうふうにしようかなっていう処理を考えていらっしゃる方対象に、作らせていただきました。まずですね、 IRA っていうのは正式名はトラディショナルインディビジュアルリタイアメントアカウントっていうものになると思うんですけれども、課税を繰り延べしながら、つまり税金前のお金を拠出して税金がかからないで、そのまま行ってですね、そして最後に今リタイアメントされてから引き出すことができるという、優遇された税務面で優遇された、個人の口座ということになります。しかしですね、この米国の非居住者になる、あるいは国外に住所を持つということになりますと、いろんな問題点というのが出てまいります。その問題点っていうのは、一番の問題点だと思うんですけれども、米国に IRA を残すというふうにしたときにですね、ほとんどの金融機関が米国非居住者の IRA 口座の維持を認めない、つまり会社のポリシーとして残念ながら出てってくれませんか、キックアウトって言い方をすると非常に強い表現になってしまいますけれども、非居住者の方の IRA 口座は持てないというふうに言われるところがほとんどだと思います。ですのでですね、やっぱりこうどうしたらいいんだ、どういうふうにして、今まで一生懸命貯めてきたその IRA を維持できるんだろうか、税金がかからないようにすることができるのかということで、悩まれるわけです。これは別にですね、その IRA を進めたファイナンシャルアドバイザーの方の責任ということでは全然なくて、やはりそのやっぱりね、そこの世界のこうテロリズムに対するこう警戒であったり、米国のそのポリシーであったりですね、日本でもある程度その同じような、ことっていうのはあるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりこれはその不可欠な部分というか、どうしようもない部分ではないかなと思います。決してですね、その私としてはその皆様がお世話になったですね、ファイナンシャルアドバイザーの方にその責任をこう転嫁するなんて、そういうつもりは一切ございません。それでですね、この米国非居住者でなきゃいいだろうということで、帰ってもパーマネントアドレスは例えばお友達の住所にするとかですね、娘さんの住所にするとかっていう方もいらっしゃるんですが、私の個人的な意見としては、やはり本来住んでらっしゃるのは日本になるわけですから、やっぱりそこは正直にリポートされてですね、それで上で正々堂々とその対処を考えられるのが一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。もう一つの問題点っていうのはですね、そのじゃあ現金化して日本に送金しようといった時に、必ずもちろんその、全額に対してですね、オーディナリーインカムタックスレートっていうので、課税されてしまいます。で、59.5 歳以前に引き出そうとすると、引き出す金額の 10% にですね、タックスレートとは別に、アーリーウィズローアルペナルティというものがかかってしまいます。つまりかなり高く、ついてしまうという、そういう問題点もあるわけです。じゃあロスという IRA にコンバージョンしたらいいじゃないかっていう人もいるかもしれません。でも通常ロスにコンバージョンをした時には、その時点で課税になってしまうので、この前にお話しした、アーリーウィズドラルのペナルティというのはないと思いますけれども、そのコンバージョンすることでですね、オーディナリーインカムタックスがかかってきてしまうということを避けることはできないということになります。そうしますと、皆さんのご質問としてはですね、藤本さん、他に選択肢っていうのはないんですかっていう、そういうご質問になると思うんですよね。そこで、私が別に考えたわけじゃないんですけれども、調べてみて、税務面からですね、どんなことができるのかなというところで考えてみました。それはそのロールオーバーとアザークオリファイドプランということで、同じその性質を持ったような
アカウントにですね、移してしまって、かつそれで非居住者でも維持できると、そういうプランに移してしまえばですね、これは問題解決するんじゃないかなというふうに私が思ったわけでございます。一番のオプションとしては、現在その加入中、加入されているという条件の方だけだと思うんですけれども、 401K にですね、 IRA をこうロールオーバーしてしまう、あの 401K であったり 403B であったり、まあ、いろんなクオリファイドプランがあると思うんですけれども、まずその 401K のプランが、そのプランのルールの中でですね、そういうことを許してくれるプランであること、それがまず第一条件になると思います。それを許さないプランもきっとあるんじゃないかなっていうふうに思います。で、401K のこのメリットっていうのはですね、実はその5000ドル以上のバランスがあれば、非居住者になっても、まあ、非居住者というのは書いてないんですけれども、5000ドル以上のバランスが入っている方に関してはですね、そのプランがボランタリーにこう、キックアウトっていう言葉を使ってなかったと思うんですけれども、プランに出て行ってください、プランから出て行ってくださいっていうふうに言うことはできないっていうルールが、実はございます。それはあの私のレファレンスを見ていただければですね、ご興味ある方は確認できるんじゃないかなと思います。しかし、雇用主がですね、もしこの 401K のプランというのをですね、10年後15年後に廃止してしまったらですね、それはまたその時点で、皆さんの持っている IRA というか、その口座のバランスというのはまたどっかに行かなきゃいけなくなりますので、そしたそういう、まあその時に今度は別の401K に移すということは基本的にはできないと思いますから、IRA に移すっていうようなオプションになるのかもしれませんけれども、それはもう皆さん非居住者になってるわけですから、とても難しいんじゃないかなというふうには個人的に思います。と同時に、IRA というのは個人のアカウントということで、自分が好きな、ほとんど好きな形で、投資ができるわけですけれども、 401K というのはもうセットメニューがございますので、その中に一つ、まあ、一つでなくても、その中で自分のこう投資というのを決められて、そこにこう置くという意味で選択肢が限られるという、まあ、デメリットがあるんじゃないかなというふうに思います。次にですね、もう一つ考えられるのが、クオリファイドアニュイティと呼ばれている年金に変えてしまうという、これも同じくロールオーバーだと思います。年金というのはライフタイムに収入を毎年受け取るアレンジメント、年金に変換してしまうと、そういうことを言うわけですよね。この場合はですね、保険会社に自分が持っているその IRA のお金というのをあげる代わりに、保険会社からライフタイム、自分のライフタイムに年金が受け取れるというその約束を取り付けるわけですから、これはですね、どこにいようが、まあちょっとどこまでどこに送ってくれるかっていうのはまた別の話なんですけれども、どこに住んでいようがお金は出てくるということで、もちろんインシュアランスカンパニーがバンクラプシーしたりしてしまったらですね、それはもちろん大きなリスクだと思うんですけれども、少なくともインディビジュアル IRA のようにキックアウトされるリスクというのはほとんどまずゼロに近いんじゃないかなというのが僕の個人的な意見です。しかしクオリファイドアニュイティというのはですね、なかなかその、こうライフタイムのインカムストリームが決まっているものですから、簡単にですね、いや半額やっぱりやめたって言って出したいとかですね、そういうことができないような、まあフレキシビリティがないと言いますか、そういうリスクというか、そういう側面というのは、あるんじゃないかなっていうふうに思います。でこれが対象になるのはですね、ここ僕ちょっとあんまり詳しくないんですけれども、タックスシェルタード 403B アニュイティであったり IRA アニュイティっていうふうに呼ばれるものに移すんだそうです。よろしいでしょうか。はい。で最後のオプションとしては、同じ IRA でいいと、だけれどもその非居住者でも IRA を維持してくれる金融機関を探すことが、できればね、それはそちらの方に移すことができると、あるいはもう一つクオリファイドトラストっていうオプションがあったり、ディファードコンプランズオブステイトオアローカルガバメントっていうのに移すという、そういうオプションも、ロールオーバーするというオプションもござるというか、あるですね。あるんだそうです。すいません、ここの部分っていうのは僕もあんまり、それほど詳しくないので、これ以上はちょっと説明はできません。でですね、他の IRA に移す場合、つまり他の金融機関に移す場合でもですね、その金融機関のポリシーが変われば、
将来もちろんキックアウトされてしまうというリスクは、あるわけです。そしてこの種の IRA、 つまり非居住者専用の、まあ、金融機関がもしあれば非常に高いですね、フィーのリスクっていうのが当然取られるんじゃないかなっていうふうに、まあ、素人考えですけれども思っております。で最後にですね、クリティカルなポイントなんですけれども、こういうことはですね、すべて居住者でいらっしゃるときに処理をしていただかないと、非居住者なんてからはこういうことっていうのは僕はですねできないんじゃないかなというふうに思います。これがまあ、ロールオーバーという方式を使って、まあ、無税でですね、この3つのオプション全部動かすだけで税金はかからないという、そういう仕組みなんですけれども、その無税で、維持すると。でかつ、まあ、それぞれのオプションにこう違ったリスクがあるんですけれども、3つともですね、非居住者になっても、まあ、維持できるという、そういうオプションを提示させていただきました。次にですね、いや無税でなくてもいいですと、有税で移したいんだけれども税金がかかってもいいんだけども、まあ、できるだけ有利な形で、動かしたいんですが、そういう場合どういうオプションがあるんですかっていうご質問に対するお答えをしたいと思います。一番はですね、これは非常に簡単な考え方なんですけれども、一度に引き出すと高い税率でお金がかかっ、税金がかかってしまうんで、もし余裕があるのであればですね、3年後5年後に日本に帰るとかっていうことであれば、数年に分けて現金化して課税税率を低くするという、そういう方法もございます。でもう一つはですね、今度は生命保険っていうのを買いたくない人当然いると思いますけれども、つまりフィットするフィットしない人もいると思いますけれども、生命保険を購入してしまうと、そうすると、これはその一度引き出して税金を払って生命保険を買うという意味でございまして、生命保険にはですね、 IRA から生命保険、ライフインシュランスにはロールオーバーというのはできません。でしかしいい点というのは、アニュイティと同様にですね、これ契約ですからキックアウトされるというリスクはありません。でもっとこの辺はもう僕の領域から完璧に離れているわけですけれども、保険のタイプでですね、ユニバーサルライフとかバリアブルライフっていうのがあるそうで、そういう商品ですと非常に投資的な要素が大きくですね、持ってらっしゃる IRA と同じようにこう非常に類似して、来るんだそうです。つまりその大きなね、まあ、リターンが期待できるということなんじゃないかなと思います。でも注意としてはやっぱり生命保険ですから、どんな費用がかかるのかっていうのをね、しっかり理解して、もしかしたら通常の IRA なんかよりもはるかに高い費用をお支払いになっているのかもしれません。次にですね、今度はちょっとこうずれてしまってるかもしれませんけれども、まあ、帰国される前に課税されてもいいから現金化して、米国居住者、まあ、きっとご家族なんじゃないかなと思うんですけど、息子さんであったり娘さん、あるいはご兄弟にもう贈与をしてしまうと、日本に帰ってから、そういう贈与をするとですね、日本の贈与税に引っかかってしまいますんで、これは帰国前にですね、まあ、税金を払ってそれで上げるというオプションもあるのかなというふうに思います。で米国での贈与っていうのは少なくとも2021年の範囲ではですね、 11.7 ミリオンを超えない限り無税ですることが、これ連邦税だけの話ですけれどもできますので、覚えておいてください。さて、で最後にですね、このケーススタディ、今日お話したことのケーススタディという形でまとめて皆さんに少し考えてみていただきたいなと思います。この方は独身でですね、64歳、グリーンカード保持者です。で今実は仕事をされていて、それと同時にですね、 IRA を中心に1ミリオンの資産をお持ちですと。で3年後に帰国して永住権の放棄を予定されています。今会社に勤めてらっしゃいます。でもちろんその会社には 401k の口座がございます。でこの場合ですね、どういうことができるのか、まあ、山のようにいろんなオプションがあると思うんですけれども、私がちょっと考えてみたオプションをですね、皆さんの方も、これ提示しますんで考えてもらいたいなっていう意味で、ケーススタディで出しました。最初はですね、
25万ドルをもうクオリファイドアニュイティにロールオーバーすることで、無税で動かすことができるということですね。これでライフタイム、この方は日本に帰られてもライフタイムで毎年こうインカムストリームをこれでクリエーションしたと、そういうことになるわけです。つまり生存中一定額の年金所得の受領のインカムストリームを作成されたっていう、そういうことになります。次にですね、50万ドルに関しては IRA から会社の 401K にロールオーバーして将来順次引き出す予定にしようと。で、401K まだこのうちの会社もしっかりしてるし、まだまだこの 401K もずっと続くだろうという、そういうお考えでやられてるっていうことですよね。で、こうすればキックアウトされるリスクもないしいいだろうと。そしてあと25万ドル残ってるわけですけれども、それは3年間にわたって、IRA から引き出して現金化して、まあ当然課税されると、税金払うわけですけれども、それはそのお金そのままですね、チャリタルドネーションに しちゃってですね、自分の 税務申告の上で損金算入をして税金を減らすということにすればですね、この方は、IRA で税金を払ってもドネーションをすることでですね、その税金分はまた、ディダクションが増えるということで、払わないで済むと。つまり税金としてはネットでゼロになるんですけれども、ちょっと資産はですね25万ドル減っちゃいますけれども、それはまあドネーションすることができることで、その方のまあアメリカに対するというか何らかに対する感謝の気持ちというのはですね、きっと表されているんじゃないかなっていうふうに思います。ということでですね、これが今回の、ビデオになります。私はですね、今回ちょっとでもこうファイナンシャルアドバイジングに関連するような形になりましたけれども、私はファイナンシャルアドバイザーではもうございませんので、会計士としてですね、税金の面からお話を差し上げました。詳しい話はですね、ぜひ皆さんが、お世話になっていらっしゃるですね、ファイナンシャルアドバイザーの方にご相談してですね、より良いソリューションというのを見つけていただくのが一番だと思います。せっかくですね、アメリカで一生懸命仕事をされて一生懸命貯めてきたお金というのをですね、皆さんの一番いい形で使われるのを手伝いされるのはですね、優秀なファイナンシャルアドバイザーの方ですから、ぜひそういう方とですね、よくご相談されて、そして、ディシジョンメイキングをするようにしていただきたいなというふうに私は思っております。以上です。これが今回のレファレンスでございまして、まあ、4点ですね、挙げています。そして、弊社のディスクレーマー、そして CDH のプロフィール、いつも通りでございます。毎回なんですけれども、クロスボーダーのプラクティスの仲間を募集中です。会計士の方、ファイナンシャルアドバイザーの方、あるいはそれに、私どものこうクロスボーダービジネスに関連されることをやってらっしゃる方、あるいは関連全然してないんだけども、ぜひ、一緒になんかこうビジネス、こういうそのクロスボーダーの人を助けることをやりたいなというふうに思っていらっしゃる方は、ぜひコンタクトをしていただければ幸いです。ということで、今日はちょっと長くなったのかもしれませんけれども、どうもありがとうございました。皆さんのお役に立てれば、私のこのビデオを作ってる目的が少しでも達成できたと、そういうことになるんじゃないかなと思います。失礼しました。ありがとうございます。